皆さんこんにちは。本日の新体制発表会見の開催に先立ちまして、まずは御礼を申し上げます。機材トラブルなどで開始時間が遅れましたことをお詫び申し上げます。大変失礼いたしました。さあ、本日はリモートによる会見となっておりますが、ペン記者の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からZoomでのご出席とさせていただきました。皆様のご協力に感謝いたします。誠にありがとうございました。また YouTube でご覧のファン・サポーターの皆様、どうもありがとうございます。本日の登壇者につきましては、一定の距離を保ちつつマスク着用にて進行を行ってまいりますことをご了承ください。遅れましたが、本日司会を務めさせていただきます、スタジアム DJ の坂井道夫です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではお待たせをいたしました。これよりジェフユナイテッド市原千葉レディース 2022-23 シーズン新体制発表会見第1部を始めさせていただきます。まずジェフユナイテッド市原千葉およびジェフユナイテッド市原千葉レディースをご支援いただいているスポンサーをご紹介いたします。オフィシャルパートナーは富士電機、新昭和、ZOZO、千葉ステーションビル、ヒュンメル、アキュア、ヤクルト、古川電機工業、JR 東日本です。レディーズスポンサーは、ヤクルト、三井住友海上、あいおい生命保険、ビューカード、溶けない情熱ロックアイス、アキュア、JR 東日本、あいおい日生同和損保、アトレ、コープデリ、CMC、JR 東日本情報システム、淑徳大学、高野台ドライビングスクール、千葉工業大学、千葉東建設、ニューデイズ、ハイアルチ、ヒュンメル、古川産業、古川電工ビジネス&ライフサポート、ローソンチケットです。さあ、それでは第1部の登壇者をご紹介いたします。ジェフユナイテッド株式会社代表取締役社長森本浩、ゼネラルマネージャー三上翔子、監督猿沢真嗣。ではまず森本よりご挨拶をさせていただきます。本日はお忙しい中ありがとうございます。また機材トラブルで開始時間が遅れましたところお詫びいたします。私たちジェフユナイテッドレディースは昨年日本初のプロサッカーリーグ WE リーグに参画いたしました。全11チーム、総当たりで当たりまして、最終順位は4位ということになりました。この順位は、なでしこ時代を含めまして、過去最高となり、次につながる大きな、私たちの、革新に、つながっております。さらに、昨シーズン、皇后杯においては、2012年以来の決勝進出、そして惜しくも準優勝という結果にはなりましたが、こちらについても大きな競技場の実績を残すことができました。また直近ではありますが、なでしこジャパンに私どもクラブから2名の選手が選出されております。林選手、千葉選手、こちらについてもですね、クラブとしては久々にこういった日本代表、こういうところに選手を送り出せるような、そういう
場所に今来ているという強い実感を感じております。そして来シーズン、昨年やり残したこと、悔しくてやりきれなかったこと、これをぜひ実現してです、まだ我々が見たこともない世界、そこを目指していきたいというふうに考えております。また J リーグ、失礼しました、 W リーグですね。 W リーグはジェンダーフリーということを理念として置いておりまして、でそこについても我々クラブは全力を尽くしてジェンダーフリーをはじめとする SDGs の取り組み、これを通じてですね、地域の皆さん一緒に課題に向かって取り組んで、一人の多くの方々がジェフと一緒に地域を元気にできるような、そういう活動を今後もどん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 拍車をかけていきたいというふうに考えております。また今こうやってサッカーができるというのも、本当に日々サポーターの応援、またスポンサーの皆様のご支援、地域の皆様のご理解、これがあって初めて私たちはサッカーができるというふうに常に感謝しております。この期待にしっかり添えるように今シーズンしっかり頑張ってまいりたいと思いますので、引き続き応援をよろしくお願いいたします。簡単ではありますが、私の挨拶に変えさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、ゼネラルマネージャーの三上翔子よりご挨拶をさせていただきます。皆さんこんにちは。2022-23新体制発表会ということで、ご覧いただきありがとうございます。昨シーズン、に引き続きゼネラルマネージャーということで、使わせていただきました三上です。昨シーズン皇后杯準優勝、リーグ戦で4位という、結果を収めることができました。クラブとしては大きな成果でもあり、とても悔しい結果になった、ことで、これをもう一個打開するためにということで、今シーズンまた新たなチャレンジということで、やっていきたいと思っています。新しい、この後紹介されますが、新しい選手3名を加えた、昨シーズンの選手をベースにでありますが、新しい選手を加えた、スタッフ選手とともに、この悔しい結果をしっかり形にできるよう、全員で距離に向かって走っていきたいなというふうに思っています。ジェフ千葉レディスらしい戦いで、千葉市原に元気をもたらせるよう精一杯戦っていきたいと思いますので、今シーズンも温かいご声援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。続きまして、監督猿沢慎二よりご挨拶並びに今シーズンの意気込みをお話しさせていただきます。はい、皆さんこんにちは。今シーズンも監督を務めさせていただきます猿沢慎二です。3シーズン目に入ります。昨シーズン WE リーグが立ち上がって、本当に突き進んだっていう感じで、全てがうまくいったわけじゃないですけども、確かな足跡を残せたんじゃないかなっていうふうに思ってます。でその中で、自分たちが本当に勝ちたい試合で勝ちきれなかったっていうのが、いろいろ出てきてますけども、例えば開幕戦、皇后杯の決勝、最終節、いずれも勝てていれば、昨シーズン大きな成果につながるものでしたけども、全員が、頑張って勝ちに行ったんですけども勝ちきれなかった、これが現状だと思います。でただシーズン通してみると、本当に毎試合毎試合自分たちが成長して、入れ替わった選手が活躍して、本当に、応援してもらえるようなチームにどん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 育ってきてると思います。今シーズン、本当に昨シーズンの結果に満足することなく、もっともっとレベルアップして、見に来てくださる、応援してくださる、サポーターに、勝利を届けたいと思いますし、大きな結果を、残したいなっていうふうに思ってます。そういう、シーズンにしたいと思って、今、本当に頑張って、立ち上げから頑張ってトレーニングしているところです。今シーズン、本当に結果が残せるように頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では続きまして、新コーチングスタッフをご紹介します。
はい、どうもありがとうございました。では新コーチングスタッフご紹介していきましょう。ではご紹介しますね。ありがとうございます。コーチ江橋かつら。テクニカルスタッフ桜林あさこ。チーフトレーナー塚本みなみ。ジュム小倉咲子。以上が今シーズンの新コーチングスタッフとなります。ありがとうございます。はい、では社長、GM、監督、再び登場となります。続いてメディアの皆様より質問をお受けいたします。ズームでご参加いただいております記者の皆様、挙手のボタンをお願いいたします。いかがでしょうか。はい、ではまずベイ FM の鴨さんお願いいたします。まず社長にお伺いしたいんですけれども、Wリーグ集客の方がちょっと落ちてるかと思うんですけれども、その中でこうクラブとして打っていきたい手とか、まあレディースならではのできることってあると思うんですけれども、その辺はいかがの、どのように考えているか教えていただけますでしょうか。はい、まさしく今後、2シーズン目の一番の課題はこの集客だと思っております。そして今私たち の男子の方のチームの客層と女子のチームの客層というのがですね、やっぱり特徴があって、男子の場合は男性が多く、女子も基本は男性が多いんですけど、一番やっぱり女子の今後伸びてきてほしい客層っていうのは、やはり家族連れとか、まだ未就学児、または小学校に入った、こういうような、これはもう男子女子関わらずですね、もっと家族が気軽にサッカーを見に来れるような、そういうような新しいエンターテインメントのコンテンツに育てていければなというふうに考えております。どうしてもやっぱり J リーグとなると、もうやはりかなり昔から応援していただいてたりとか、またサッカーについてもかなり高い知識をお持ちの方がですね、見て楽しんでいただいているという、そういうゲームにはなっとるんですが、女子の場合はそれこそうちの選手がですね、学校訪問したり、こういったファンとの触れ合いでですね、お姉ちゃんを応援したいなとっていうような、そういうところから一人一人増やしていって、今まで男子がないようなファン層を作っていかないと、なかなかWリーグっていうのは伸びていかないのかなというふうに思ってます。だから J リーグと同じことをやってたらダメだというのが、これもずっと私言い続けてまして、 J リーグでやってないことにチャンスがあると思っておりまして、でそこにはやっぱり新しいこういったファン層を作っていくことが女子リーグの新しい成功ではないかなというふうに考えております。以上です。ありがとうございます。ジェフチワレディスの皆さん、非常に素晴らしい試合をしているので見ていただきたいなと思って、これからもよろしくお願いします。続いて三上 GM にお伺いしたいんですけれども、今回スタッフかなり入れたと思います。その辺の意図というか、やはりそこが重要だと感じたところなんでしょうか。はい、新スタッフに来てもらったところで言うと、まずテクニカルのところで、よりゲームを分析しながら、もちろん自チームの、競技力を上げていくこと、
もそうですし、相手チームの分析をしながら、試合に臨むことっていうところがますます必要になってくるというふうに感じているところで、今まではちょっとそこも専門という形で、人がいたわけではないんですが、テクニカルのスタッフを入れました。あとコーチングスタッフのところもよりチームがどういうふうにこう、その選手もちろんスタメンで出てる選手もそうですけど若手の育成もそうですし、メンバー外になってる選手、そこら辺も含めて、全員がやっぱり成長できる実感を得てほしいというところで、もっと、目の行き届くところを増やさなきゃいけないっていうふうには思っていたのでその辺も踏まえたコーチングスタッフを、お願いをしてきてもらっています。あとは一番大きいのはやっぱトレーナーのところがやっぱり怪我のところに対する、予防とか、ケアっていうのがとても重要になっているというのを昨シーズンもすごく感じていてそこに対してやっぱりなかなか、女子チームの中で複数人でトレーナーをやってもらうっていうのが少なかったところを少しずつそういう環境改善をしたいというところで、そういうスタッフにも来てもらうことになりました。すごく画期的だなと思って見てました。続いて新加入選手2人がジェフ千葉レディースの U15-18 出身の選手なんですけれどもそこは意図的にこう下部組織アカデミーの選手に戻ってきてもらうといったところだったんでしょうか。もちろん、ジェフ千葉レディースの下部組織から、そのまんま、レディースに上がるという道もあるかなと思うんですが、もちろん他のチーム、大学高校もそうですし、違うチームを経験しながらもこのクラブにやっぱり愛を持ってくれてる選手っていうのはすごく大切にしてましたし、そういうコンセプトを分かってくれているという意味でも力になってくれるということで、そこの信頼も含めて、獲得に至りました。ありました。ありがとうございます。原沢監督には他の皆さんから質問終わった後にまたもしできればと思います。よろしくお願いします。BFM 鴨様ありがとうございました。続いてご質問ある方。ズームでの参加となっております記者の皆さんいかがでしょうか。フリーランスの石井様お願いいたします。ウィーラブ女子サッカーマガジンで、記事書かせていただいております石井和弘と申します。社長に、質問させていただきます。よろしくどうぞお願いいたします。昨年ディフチバーレディースはウィーアクションデー等の、ジェンダーに関する取り組みはリーグの各クラブの中でも一番積極的に最先端をされていらっしゃったのかなと思ったんですが今シーズンどのようなことをされるかについて何か新しい方針もしくは従来通りを進めるとお考えをお聞かせいただけますでしょうか。お願いいたします。お褒めの言葉大変ありがとうございます。本当に11クラブがですね今回、前回ですね、本当にクラブの特色を生かしてですね、いろんな取り組みをやっておりました。で、私たちもですね、本当に昨年やった取り組みももちろんいいんですが、さらにそれ以上、上に発展させていくためにどうしようかということを、ちょうど今、クラブの中でも議論しておりまして、一つの考え方っていうのは、私たちクラブ単体でどんなことをやってもですね、やっぱりやれることっていうのは限られてるし、影響力も限られてるんで、やっぱりいろんな方々の力を借りて巻き込むこと、それがやっぱり一つ大事なことだ。特にこういった SDGs の活動っていうのは全くそうで、最初のよくペンギンで例えるとファーストペンギンってありますよね。だからそういうみんながどうしようって躊躇してるときに最初に僕たちが飛び込んでそしてその後に道筋を作ってそういう大きな流れにすると。でやっぱりポーズでなんかいろいろきれいなことするっていうのは確かに
効果あるかもしれないですけど、私はやっぱり本当に大事なのは細々でもいいから、やっぱりこういったものが続いてて、どん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 大きなうねりとなって流れになる、そういう活動がやっぱり SDGs の本来あるべき姿だと思ってますんで、やっぱりそこをしっかり見据えた活動を、ぜひ今シーズンもですね、We Action Dayで皆さんに、ご期待持って、ご参加いただければなというふうに考えておりますんで、引き続きよろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。具体的な発表を楽しみにお待ちいたします。どうもありがとうございました。続いてご質問ある方、いかがでしょうか。ズームボタン、挙手のボタンをお願いいたします。はい、では、フリーランス、鴨様、手が上がりました。お願いいたします。すいません、ちょっとどなたも手が上がらないようなので、サラサラ監督に最後に質問したいと思います。率直にもう今年の目標をどのように考えているのかというところを教えていただけますでしょうか。はい、シーズンスタートのミーティングで、選手たちには、昨シーズンと、まずは大きく変わらないっていうところ、失点で言えば20失点以下だし、それはもう去年も、クリアしてるんですけども、で40得点っていうところ、そこをやっぱり、近づけていきたいな。昨シーズンやっぱり結構レベルが上がって40得点取れたのは1チームだったし、自分たちも前半戦本当にちょっと点取ることに苦しんで大変だったんですけども、ただ、全然無理な数字じゃないと思ってますし、そこを、達成したいなっていうところと、先ほども話しましたけども、勝ちたい試合、これ勝ちたい、サポーターがたくさん詰めかけてくれたこの試合勝ちたいっていう試合をやっぱ勝てるようになりたいな。それが多分いろいろな結果につながると思います。後輩で言えば優勝になっていくだろうと思いますし、昨シーズンで言えばかな、3位に届いてただろうと思うんで、とにかくなんか大きい目標を最初からっていうよりは、それぞれその目の前にある試合の大切なもので結果が残せるようにしていきたいっていうことで、その前提としては個人選手それぞれが、もっともっと成長してレベルアップしないといけないっていうところが、今シーズンの大きな目標になってます。ありがとうございます。カップ戦がもうすぐに始まりますけれども、カップ戦はどのような位置づけで戦っていこうと思ってますか。勝ちに行きたい部分も大きいですけども、まだ、シーズンのスタートでもあるんで、本当に、それぞれ頑張って、準備してくれてるんで、それぞれにチャンスを与えながら結果を出したいなと思います。リーグ戦に入るとある程度もメンバーも固まった形でシーズン通して進んでいくようになると思うんで、まずはそれぞれがチャンス掴んで結果を残すっていうところを期待したいなと思ってます。ちなみに昨シーズンはこう1年半ってちょっとイレギュラーな形でしたけれども、今年は1シーズン約1年という形になります。かなり変わる感じでしょうか。昨シーズンみたいな形は多分もう来ないですよね。でその前のシーズンはコロナでイレギュラーだったのもあって、非常にこう大変な、思いっていうか、なかなか思うようにいかないシーズンを2シーズン過ごしたんですけども、今シーズンは、もう今キャンプも、10日間行って、非常に鍛えてきましたし、シーズンに向けていい準備させてもらってるんで、計算できるっていうか、準備したものがリーグに反映されるようにもっともっと詰めていきたいと思いますけども、いい準備はできてると思います。このアバシリキャンプ10日間というのはかなりクラブとして力を入れてるなと感じましたが、いかがでしょうか。はい、ここまで長いキャンプやったことなかったので、選手も多少疲労をしてましたが、とてもいいキャンプになったかなと思います。すごくいい環境の中で、いろんなサポートを借りることで、より集中してサッカーできたかなというふうに思っています。ありがとうございます。監督から最後に新加入選手3人に期待するところを教えていただいてよろしいでしょうか。はい、それぞれ、特徴があるっていうことで加入してくれたと思います。で、鶴見選手は、経験もあってセンターバックとして、活躍してた部分があるんで、そういう、守備の面の強さっていうのは持ってると思うんで、そこをプラス、自分の中の良さがもっと伸ばせたらなと思いますし、佐藤選手はもともとマイナビで
やってて、ちょっと怪我があってなかなか、出場機会には恵まれてなかったんですけども、そういう中で、いいコンディションさえ作ってくれれば活躍してくれるんじゃないかなっていうふうに期待します。で最後戸川選手については、海外の経験があって、うちのチームにはいない左利きで、変化がつけれるっていうところで、まあ、もうちょっとコンディション整える部分では必要かと思いますけども、期待値は大きいと思います。それぞれ特徴がある選手が加入してくれたんで、シーズン通しでは、いろいろなところでアクセントつけてくれるんじゃないかなっていうふうに期待してます。ありがとうございました。すいません。ありがとうございました。続いて、読売新聞の森様お願いいたします。読売新聞の森と申します。よろしくお願いします。猿沢監督に伺いたいんですけれども、今回の代表で2人ジェフから選手が選ばれていて、代表を要するジェフ千葉っていうふうに今シーズンWeリーグから見られると思うんですけれども、その昨シーズンの順位も踏まえて戦い方というか、より上の順位のチームが戦うっていうところでどのふうに戦っていきたいか教えていただきたいです。戦い方っていうよりはチームとしてより、まあ、自分たちのスタイルを捨てるわけじゃなくて、自分たちのスタイルをより洗練された形で、まあ、試合をやりたいなっていうふうに考えてます。で昨シーズンも、細かくちょっと分析してみると、上位チームにはある程度、自分たちの戦いができて本当に良さが出せてるけども、勝ち切らないといけない試合を勝ち切れずに引き分けてるっていうのが昨シーズンの反省点でもありますので、よりアグレッシブに攻撃的にいって、それこそ40得点取れば、本当に上位まで届くと思うんで、そういう戦いを見せたいなっていうふうに思ってます。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。以上で質疑応答のお時間終了とさせていただきます。ありがとうございました。ではフォトセッションに移ります。フォトセッションは3名での、はい、セッションとなります。では、カメラマンの今井さんに、はい、ちょっと寄っていただいて。そうです。もうちょっと中から、そうですね、一瞬だけマスク話しないようにしてやりしてください。お願いします。はい、フォトセッションの間マスクを外させていただきます。はい、ではこちらにお願いいたします。お願いします。そのままです。もう一枚いきます。ちょっと定番ですけど、こう3人で、そうですねなんかこうポーズ、そうですね、やるぞって感じで、はい、そうです、そうです、そうです。少し僕の方にこう、はい、そうです、そうです、ね、そうです。手を前に顔にかからないように、はい、笑顔でお願いします。笑顔です。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。フォトセッション終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。さあ続きまして、今シーズン新加入選手も紹介させていただきます。画面の前の皆様もぜひ拍手でお迎えいただけたらと思います。ちょっとね、はい、細かく激しくよろしくお願いいたします。ではご紹介します。今シーズンの新加入選手、鶴見彩香選手。佐藤瑞佳選手。戸川由紀選手。以上が今シーズンジェフ千葉レディース新加入選手となります。では1分間の自己紹介タイム、まずは鶴見選手からお願いします。はい、オルカ鴨川 FC から加入しました背番号15番ディフェンダーの鶴見彩香です。ユース時代から育てていただいたクラブにまた戻ってくることができ本当に嬉しく思います。ウィーリーグのプレースピードや技術、フィジカルレベルにいち早く慣れて、まあ、チームでの連携を深めながら、自分のストロングポイントでもある守備での駆け引きや粘り強いシュートブロック等を出していけたらいいなと思います。またなでしこリーグからの
挑戦ということもあって、まあ、今まで共に戦ってきた仲間たちの一つ指標になれるよう、また、なでしこリーグで活躍しているユース出身選手たちの、まあ、一つ目標となれるように、ピッチ内外で全力を尽くしていきたいと思います。で、先日網走市で10日間、キャンプをさせていただいたんですけれども、本当に素晴らしい環境でたくさんの方々に支えられながら、ご支援いただきながら日々サッカーができていることを実感しています。おはよう動画もたくさんの方に、反響いただき本当にありがとうございました。日々の感謝を忘れずに、昨シーズン以上の結果を出せるよう自分自身全力を尽くしたいと思いますので、熱いご声援よろしくお願いします。ありがとうございました。背番号15番を背負います鶴見彩香選手、1分超えてきましたね最高ですさあ続きまして佐藤瑞佳選手です、お願いします。マイナビ仙台リリースから加入してきました背番号19番佐藤瑞佳です。ポジションはミッドフィルダーです。ジェフを離れ約3年半仙台で過ごした時間は、サッカー選手としてはもちろん人としても大きく成長できたと思っています。去年1年間は怪我の影響でなかなかコンディションが上がらず苦しい1年となりましたが、サッカーへの熱意はより一層強くなったと思っています。そして3年半ぶりにもう一度ジェフのエンブレムを背負い戦えることに嬉しく思うとともに、楽しみな気持ちです。今の自分に何ができるのか足りないのかを、客観的に見て最善を尽くしチームのために戦います。よろしくお願いします。ありがとうございました。背番号19番佐藤瑞佳選手。さあ続きまして戸川由紀選手です、お願いします。スペインリーグのラシン・サンタンデールから加入してきました、背番号26番ミッドフィルダーの戸川由紀と申します。まずは、私は3年間スペインでプレーしていて、日本の皆様の前で3年ぶりにプレーできることにすごくワクワクしています。まずは私はまだ合流してそんなに時間も経っていないんですけど、まあ、ジェフのサッカーを理解したり、まあ、監督が求めるサッカーを理解してピッチで表現できるように、まあ、日々のトレーニングや、まあ、試合で、吸収していきながら成長していきたいと思っています。そして、まずはチームのリーグだったり、まあ、カップ戦もこれからあるんですけど、その勝利に貢献できるように日々頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。背番号26番戸川由紀選手、緊張されましたありがとうございます。では続きまして今シーズンのキャプテン副キャプテンをご紹介していきます。キャプテン4番林香奈選手、そして副キャプテン8番岸川夏樹選手、そしてもう一人の副キャプテンは背番号10番鴨川美穂選手です。代表して鴨川選手、ご挨拶をお願いいたします。今シーズン、引き続き副キャプテンを、務めさせていただくことになりました、背番号10番鴨川美穂です。目標、今シーズンは、新たな、ジェフレディースの挑戦のシーズンだと、思っています。今まではあまりこうタイトル取るっていうのを、明言してこなかったんですけど、今シーズンは、優勝を目指して、シーズン戦っていきたいと思います。その準備は、10日間の網走キャンプも含め、着々と進んでいると思います。まあ、優勝するためにも、クラブ、スポンサー、サポーターの皆さんと、シーズン通して戦い続ける必要があると思います。ぜひ、ジェフレディースについてきてください。今シーズンも応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。それでは第1部の最後に新ユニフォームのお披露目となります。着用モデルは千葉レミナ選手です。背番号11番を背負います。ではユニフォームのデザインコンセプトをご紹介していきますね。鴨川選手はセカンドユニフォームです、はい、さあ千葉県の県歌でありチームカラーの黄色のイメージソースでもある菜の花に花弁が4枚あるところに着目してチェッカー柄市松模様に見立てオリジナルの総柄にアレンジしました。ピンストライプを柄の中に忍ばせたことでオーセンティックなフットボールユニフォームの洗練さも演出、また菜の花の優しいイメージのみではなく鋭さを表現するために脇にグリーンの切り替えを入れてここにはピンストライプのみをプリント、 X ガールの得意とするシャープでメンズライクな印象に仕上げています。さあボディはウエスト部分をシェイプ、より力強いパフォーマンスを実現するシルエットを表現しています。そして襟元は V ネックのリブです。はい、そして袖下と脇の切り替え部分に伸びのいいポリウレタン入りのメッシュ生地を使用、吸水速乾を兼ね備えた素材で通気性と伸縮性を確保しています。袖口いきます。ポリエステル 100% 別布のメッシュ生地を使用して重ね着風のデザインもポイントになってるんですね。ありがとうございました。さあ、千葉レミナ選手11番を背負います。着心地まずいかがですか。着心地はすごいサラサラしていてこのユニフォームを着てこの11得点は取れそうです。もっともっと重ねていただきたいなと思います。鴨川選手いかがですか。白黒白なんですね。そうですね、黒いパンツお気に入りって。黒いパンツがお気に入りで、はい、最高です。そしてバックにはですねゴールキーパーのファーストが青青青、そしてゴールキーパーセカンドが赤赤赤、はい、すごく素敵なユニフォームとなります。さあではですねここからメディアの皆様より質問をお受けしたいと思うので新加入選手にも再び登場していただきましょう。鶴見選手、佐藤選手、戸川選手どうぞ。揃いました。ではメディアの皆様質問をお受けいたします。Zoom での参加となっております。挙手をお願いいたします。もうどんどん聞いてあげてください。さあいかがでしょうか。質問の方はい、いかがですか。では女子サッカーマガジンの石井様お願いします。はい、ウィーラブ女子サッカーマガジンの石井和弘と申します。よろしくお願いいたします。新加入選手3名に質問をさせていただきますが、まずは鶴見選手と佐藤選手のお二人にお聞きいたします。まあ、以前のお二人のプレーをご存知のファン、サポーターの方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、以前の私のプレーとは今ここが違うよ、ここを見てほしいみたいなですね、アピールのポイントをちょっと教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ答えさせていただきます。佐藤選手からです。はい。そうですね。まあジェフに、いた3年半前、約3年半前は、まあ、若さもあったので、まあ、勢いっていうところで、まあ、プレーしていた部分があったんですが、まあ、この戻ってきて今感じられることは、まあ、なんだろうな、周りを見てプレーするっていうところだったり、一つ一つの質に、こだわってきたと思っているので、そこを見ていただけたらなと思います。ありがとうございます。では、鶴見選手。鶴見です。ご質問いただきありがとうございます。
以前は本当にユースの時からずっとヘディングだけの選手っていう感じで育ってきたので、まあ、あのヘディングを武器にして外に出たんですけれども、あのその中でやっぱなでしこリーグの中で通用したなって思ったのは、あの守備での先ほども言ったんですけど駆け引きだったりラインコントロールとかそういう地味なところがなんかストロングなのかなっていうのを感じれたのは大きいかなと思います。あのジェフの選手はすごい大きい選手が大きいので多いのでヘディングの部分がなかなか通用してこないのかなっては思うんですけど、まあ、そこもしっかり自分の良さとして出していけたらいいなと思ってます。お二人どうもありがとうございます。続いて、戸川選手に質問でございます。はい、戸川選手先ほどこうチームに合わせていきたいというようなそんなあの発言をしていただいたんですが、それとは逆にですね、あのスペインでこういうことやってきたのでここを見てほしいというですねアピールのポイントを教えていただけますでしょうか。はい、私もスペインに3年入って学んだこととしては、まあサッカー理解のところだったり戦術理解のところはとても、まあ、3年間を通じて、まあ、勉強を、まあ、学べたなと思うところですし、まあ、守備に関して言えば、まあ、球際のところは一番成長できたかなと、奪い切る力だったり、まあ、予測の部分っていうのは成長できたなと思うので、まあ、そういうところを出していきながら、プレーしていけたらなと思っています。ありがとうございます。お三方新しい風をふくらはぎに吹かして、ぜひ勝利に結びつけていただければと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続いて代読をさせていただきます。フリーランスの石田様からです。新加入選手3名に福割の印象、そしてサポーターにどこを見てほしいか、個人としての具体的な目標はと3本立てで来ました。鶴見選手からいきますか。福割の雰囲気、福割の印象ですね。印象です。印象はやっぱり憧れの場所っていう感じですね。すごくあのサポーターが一体感あって熱い雰囲気を感じる大好きなスタジアムなので、そこで熱いプレーを見てほしいなと思います。ありがとうございます。そしてサポーターにはどこを一番見てほしいか。熱いプレーをそうですね、サポーターの方々のご声援に負けないぐらい熱いプレーで、ゴールを守りたいと思います。そして個人の具体的な目標を。具体的な目標、15点取りすぎだろ具体的な目標は、リーグ戦で1得点取ることです。まあ、その1得点っていうのもしっかりと継続して試合に出ていかないと取れないものだと思うのでそこの部分こだわって具体的に1点とさせていただきます。ありがとうございました。では佐藤選手、まずは福割の印象です。はい、福割は、まあ、いろんな、スタジアムで今までやってきたんですけど一番好きなところです。はいですね。嬉しいですねはい、最高です。そしてこうサポーターにここを見てほしいっていう、そうですね、まあ、自分自身、まあ、ロングシュートを武器にして、まあ、いた部分もあるんですけど、うん、まあ、その使い分けるところだったり、そうどこ、まあ、真ん中のポジションをやることが多いんですけど、クロスを得意としているのでクロスから得点に絡めたらいいなと思っています。うん、具体的に数字だったりとか。数字、そうですね、まあ、数字に、5アシストは頑張りたいなと思っています。うん、はい、ありがとうございます。戸川選手も福割はいかがですか。そうですね、うん、私、まあ、出身が大阪っていうこともあって、うん、福割でプレーしたことは一度もなくてスタジアムに入ったこともないので、これからこうどんな雰囲気なのか味わってみたいなっていう楽しみが大きいです。楽しみにしていてください。はい、そしてサポーターの方にどんなところをアピールしていきましょう。まあ、ストロングポイントとしては、うん、私アシストだったり、まあ、スルーパスだったり、まあ、ミドルシュートも
得意ですし、まあ、何よりもサッカーをこう大好きで楽しんでやってる部分があるので、なんか見ててこの選手楽しいなって思ってもらえるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。まあ、じゃあ具体的な目標というのは、具体的な目標は含めて、ね、そうですね、うん、アシストのところで私もじゃあ5アシストしていきたいなと思いますけど、まずは試合に絡んで、まあ、ピッチで、まあ、自分のプレーを表現できるようにすることを第一の目標にやっていけたらなと思っています。うん、ありがとうございます。さあ他に質問はございませんか。聞かなくちゃですよね、副キャプテン、そして千葉レミナ選手にも具体的な目標を伺っていきましょうか。じゃあ鴨川さんから。はい、いや、そこはもう、そこはもう最高のね、福割ですからね。具体的な目標は、まあ、昨季以上の、個人の成績を超えたいなと思ってます。うん、はい、ありがとうございます。はい、今シーズンの具体的な目標は15点取りたいなっていうふうに思います。うん、ありがとうございます。ね、そして鶴見選手はもうおはよう動画でも頑張ってくれてますから、チームの盛り上げもよろしくお願いします。2人がすごい笑顔、キャプテンの2人が飛び抜けてるだけなんでおまけです。サラさんと清水さんですね。はい、清水しおりが頑張ってました。うん、皆さんあのね、ユニフォームも本当にもう着用してスタジアムで応援してもらいたいですからね。はい、ありがとうございました。ではフォトセッションに移っていきたいなと思います。ではポージングはオフィシャルカメラマン巨匠の今井さんからご指示をお願いします。じゃあお話ししないようにしてマスクだけちょっと取ってもらって、はい、このフォトセッションの間後ろマスクを外させていただきます。なんかこう隠しておいて、横に広いんで2人前に座ろうか。よし、あ、いいね。でもうちょっとセンターに来てください。後ろがその辺ですね。 OK、 もうちょっと前に低くなる。 OK、 顔が そんな感じです。背伸びしてますよ。でそれで普通でいきましょう。後ろ組は、はい、いきますよ。笑顔です。ママです。笑顔ですよ。ちょっとポーズ変えよう。もう一個、おはようは、いきましょうか。いいよ、好きでいい、好きでいい、うん、おはよう、いきます。おはよう、見てくれてるかな。おはようもう一回、おはよう、おはよう、いいですね。顔が笑ってない。笑ってない。でも笑顔でおはよう。キーパーの清水選手。もう一回行きましょう。見てくれてるかな。え？うん。サラさん見てくれてるかな。はい。おはよう。いいですね。もう一回。もう一回入りました。キレなんですよね、動きがね。はい、行きますよ。よーい。控え室も賑やかでした。はい、あれ行かないの？うん、いいですよ。おはよう。オッケーです。すごい笑わないでできました。これはトレンド入りしてほしいですね。ではマスク着用でお願いします。あ、いいですね。背中を見せて。ピタッと、はい、くっついてください。ほら、また左の人は右側を、右の人は左側を。わかりますか？わかります。顔横側わかるように。鶴見選手はまっすぐ。はい、OK、もう終わりました。 OK です。大丈夫です。OK です。ありがとうございました。ではあの、ね、サポーターの皆様、画面越しですが大きな拍手を送ってあげてください。はい、新加入選手鶴見彩香選手、佐藤瑞佳選手、戸川由紀選手、そして副キャプテンの鴨川美穂選手、そして11番を背負う千葉レミナ選手でした。ありがとうございました。
こちら以上でジェフユナイテッド市原千葉レディース2022-23 シーズン新体制発表会見を第1部を終了とさせていただきます。この後17時5分より大滝亜美選手、ウィリーグ岡島キックコチアによる女性がプロアスリートとして生きるということ、こちらをテーマに特別対談を行っていきます。準備が整うまで今しばらくお待ちください。どうもありがとうございました。さてこれより、ジェフユナイテッド市原千葉レディース2022-23 シーズン新体制発表会見第2部のスタートとさせていただきます。引き続き司会を務めさせていただきますスタジアム DJ の坂井道夫です。どうぞよろしくお願いいたします。では早速第2部、大滝亜美選手そして WE リーグ岡島チアによる特別対談、テーマなんですが女性がプロアスリートとして生きるということです。ではご紹介させていただきますね。ジェフユナイテッド市原千葉レディースフォワード大滝亜美選手そしてゆずきくん、こんにちは。はい、続きましてWEリーグ岡島キックコチアです。こんにちは。はい、チェアは今どちらからのズーム参加になってますか？はい、アメリカ東海岸ボルチモアの自宅から、ズームで参加させていただいてます。ということは時刻は今は午前4時ですね。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ではまずは岡島チェアにお伺いします。ウィリーグ初年度2021-22の所感からお伺いしてもよろしいですか？はい、とにかく110試合無事に全部、消化できて、それは非常に良かったと思います。まあ、コロナ禍で始まったリーグでしたので、ちょっとヒヤヒヤするところもありましたけども、選手の皆さん、あとクラブスタッフの皆さんの努力のおかげで陽性者がほとんどなく、うまく消化できたのはすごく良かったと思います。そしてジェフ、チャラレディス4位おめでとうございます。やはり三強というレッズ、ベレーザ、アイナック神戸というところが、ね、結構やっぱり強いと思うんですけれども、そのすぐ後ろにつけて4位、素晴らしい成績だったと思います。特に、後期から登場した千葉選手が、はい、大活躍、やっぱりチームに非常に貢献が大きかったのではないかと思います。なでしこジャパンでも先日の、東アジア選手権最終戦中国戦でスタメンにも選ばれて、まあ、活躍されて結構、まあ、頼もしい感じで育ってきてくださっていると思います。あとキックゲームなので観客動員なんですけども、まあ、全体としてちょっともう少しっていうところはありましたけれども、千葉ではキックゲーム大学生の方のボランティアでキックゲームなどしてくださって観客動員もうまくいったのではないかと思います。で、ね、全試合やっぱりこう入れようと思わなくていいんじゃないかと思うんですね。やっぱり来年2023年度は、まあ、ピックアップゲーム1試合をこう集中してお客様に入っていただいてっていうことをリーグとしても考えていきたいと思っています。ありがとうございました。そして大滝選手にお伺いします。ね、どこから振り返っていこうかなと思ったんですけども、どんな1年でしたか？ね、今息子がもう9ヶ月になったんですけど、はい、まあ、2021年の2月かな、突破に妊娠が発覚して、もそこからのこれまでの1年半ぐらい、もう本当に怒涛の1年半で、なんかもうあっという間にここまで来てしまったっていう感じで、なんかその中にはもちろん大変なこととか苦しかったことも多分あったとは思うんですけど、なんかそれもあまり感じないぐらい、もう本当に一日一日がすごい早く過ぎていって、はい、今
ここにもう9ヶ月になっちゃったかっていう。もう出産前の気持ちとか、はい、こう振り返ってみるとやっぱり怖かったなとか。そうですね、なんか、うん、結構やっぱり不安な気持ちもあって、うん、なんかそういうのあんまり気にしない方なんですけど、なんかこの時ばかりはその、まあ、怪我でもなく長期離脱することをなんかこう周りの選手とかはどう思うんだろうっていうのをなんか感じたりとか、うん、まあ、そういうのもあったりして、なんかやっぱり妊娠したっていう時少し不安はありましたけど、まあ、それ以上にもちろん楽しみも大きかったし、やっぱり仲間がすごいポジティブな声をかけてくれたのが大きくて、はい、で今 もうですよ、ね、お子さんがもう30人ぐらいいるような感じで本当に一緒に育ってもらってるっていう感覚なんで、それがすごい幸せなことだなって日々感じてます。ありがとうございます、はい、岡島チェアいかがですか、今の伺って。はい、やっぱりこう大滝選手にはその他の女子選手、まあ、ウィーリーグの選手が中心だと思うんですけれども、そのお手本になってほしいというか目標になってほしいと思っています。やっぱりこう今岩清水選手と大滝選手でお子さんいらっしゃいますけれども、こう今までやっぱりサッカー選手で妊娠して、ね、また戻ってきてプレーをするってあんまり考えられなかったと思うんですね。でももう2人目標というかエグザンプル例がいるっていうことで、うん、他の選手がやっぱり勇気づけられると思います。うん、ぜひ赤ちゃんどんどん連れて、うん、スタジアムに来てほしい、その他の観客のお母さんたちにも頑張ってる姿を見せてほしいなと思っています。ありがとうございます。アスリートとしてこうどんな変化が大滝さん自身ありましたか？なんだろう、なんか正直言って、なんか意外とこう変わらないことも多いんだなっていうのは感じてるんですけど、うん、ただその心理的な部分ではやっぱりいろんな優先順位がすごい変わってきて、まあ、かといってサッカーをがこう優先順位が下がったっていうことではなくて、やっぱこう一番こうなんだろう大事な家族のためにももっと頑張らなきゃっていう気持ちがありますし、なんかなんだろう、もっと続けサッカーしてる姿をやっぱ覚えてほしいっていうのが、せっかくこう産んでここまで頑張って、やっぱり見て覚えてもらう前にやめるのはちょっと悔しいかなっていう思いもあって、なんかそういう意味ではできるだけ現役続けたいなって産むまでは全然あまり思ってこなかったんですけど、産んでから逆にそういうふうに思うようになったの結構自分の中で大きな心境の変化かなっていう感じです。すごいこうサッカー選手である自分にしっかりこう戻ってきて、でもこうママである自分っていうのもしっかり持っていらっしゃって、ね、ここからが本当に楽しみで、ね、もうここにはやっぱりチームのサポートが本当にあってこそだなっていうのをね、大滝選手の SNS を見ていても、そしてチームを見ていても、はい、感じます。はい、キャンプはいかがでしたか？キャンプはもう本当に、うん、まあ、環境ももちろん網走市の皆さんも最高の環境を提供してくださったのももちろんですけど、はい、まあ、やっぱり子ども連れてって大変なことも実際たくさんあるけど、そんなことを感じさせないようにいろんな細かい気配りを本当にチーム一丸となってしてくれて、チームスタッフはもちろん、まあ、多分チームスタッフがこういろんな網走市の方々にもお声かけくださって、ホテルの皆さんとかもすごく気にしてくださっていて、あとはもちろん選手のみんながたくさん遊んでくれたりして、本当は結構大変だなって思ってもおかしくないと思うんですけども、本当に充実したキャンプになって連れてこれてよかったなっていう風に。岡島チェア、この大滝選手の笑顔を見るとなんか嬉しいですよね。そうなんですよ、うん、もう皇后杯の決勝で後半出てきた時、レジェンドコートで見てたんですけども、はい、本当に感動しました。いや、こんなに早くこんなに早く出てこれるなんてと思って。出産後3ヶ月と20日でピッチに
戻られたんですよね。で、こうなんだろう、仲間がこうつなげてきた舞台にその立った気持ちっていうのはいかがでしたか？そうですね、なんかやっぱりそこもなんかこう自分は8ヶ月とか抜けてて、その間必死に頑張ってつなげてきてくれたこのピッチに自分が立っていいのかっていう迷いとかも本当にあったりして、うん、でもやっぱり、まあ、チャンスがもらえる限り全力でやろうっていうのを、まあ、思ってやって、まあ、思うように結果が出せなくて悔しい思いで、チームも、まあ、結果的には優勝できずに終わってしまったので、まあ、そこは悔しい思いはありますけど、やっぱりその舞台をみんながこう作ってくれて、そこに立ったっていうのはすごく大きな意味があって、はい、だからこの悔しい思いを今シーズンしっかりこう形結果で残して、まあ、みんなに少しでも感謝の思いとかを伝えられたらいいなと思ってます。ありがとうございます。こうね、岡島チェア、こう出産後っていうのは予想通りにはこういかないこともきっと出てくるじゃないですか。そんな時にこうプロアスリートとしてこう乗り越えていく姿、こう苦しんでいく姿も含めてそれを乗り越えるっていうのもまた大滝選手が見せてくれるんでしょうね。そうですね、うん、やっぱり家族のサポートっていうのは非常に大切なんですけれども、うん、やっぱりクラブがこうサポートしようという姿勢をすごく前に出してくださっている。それに私たちはとても感謝しています。やっぱりジェフがもう妊娠中からのトレーニングのサポートであったり、こうやってキャンプの時のサポートであったり、本当に大滝選手をサポートしようという気持ちが前に出ていて、とても素晴らしいと思います。こういった提案っていうのは、その大滝選手が家族も帯同してっていう提案をされたんですか？そうですね、うん、なんかもう、もうずっと遠征とかに帯同するようになってから、もうアウェーとかは一緒に来るっていう形で考えてくれてるので、なんか特に今回行きますとかいうやり取りなしに、今回どうしようかみたいな感じの、会話から始まるので、はい、いやこういうのは本当に今後他クラブでもいいモデルケースになっていってほしいですよね。本当にそうですね。なんで、うん、はい、なんかこう自分がこうクラブにしてもらったこととかを、まあ、いろんな形でこう伝えていったりとかっていうことは多分自分の役目じゃないかなと思ってるので、次そういう選手が出てきたら伝えられることは伝えたいなというふうに思ってます。はい、そこをこうサポートする意味でクラブすごく頑張ってくれています。ね、旦那様のサポートというのも、まあ、これからね、こう男性も聞いてくれてると思うのでどうですか？あ、そうですね、はい、なんかもうそもそもなんかこのチャレンジというか、まあ、妊娠して復帰しようと思ってくれた、思ったきっかけを与えてくれたのも、まあ、そもそも夫だったので、もう本当に嫌な顔一つとか、まあ、本当に心から応援して、ゆずきのことも全部やってくれて、本当に彼なしでは今ここに私はいないなっていう風に感じているので、はい、すごいもう本当に感謝してもしきれないんですけど、はい、だからなんか男性がそういうのをこう当たり前っていう風に思ってくれてると、すごくまあこう選手を続けながらっていうのもやりやすいかなっていう風に感じました。そう、夫、夫を選ぶ、選ぶのは 大切なんですよ。私もだってアメリカに住んでいて、今6ヶ月ぐらい日本に行ったり来たりで来てるわけですよね。でそれを夫は全く文句も言わず出してくれているので、やっぱり配偶者の選び方はとっても大切ですね。そこのアドバイス ねちょっと欲しいでしょうね、皆さんね、選手もね。同じです。女子プロサッカー選手として、まあ、今シーズン新しいシーズンがまたスタートするわけですけれども、ね、岡島チェア、こう WE リーグ JFA のこう取り組み、新しいシーズン2年目です。はい、特にやはりお子さんに
スタジアムに来てほしいというふうに思います。ぜひ、ユーロの決勝、イングランドとドイツの試合に行きました。で、8万7000人で大観衆だったんですけれども、やはり子供連れがものすごく多かったんですね。子供連れのファミリーと、あと女性同士で来る、若い女性がグループで来たり、友達と2人で来たりというお客様がすごく多かったです。だから、やはりお子さんたちにぜひサッカー、女子サッカーを見てほしい。その取り組みとして、JFA が今年から始めているディズニーとの、マジカルフィールドという取り組みであったり、あと、各クラブが独自にする、ジェフであったら、先ほども言いましたけれども、大学生にボランティアとなって、キックゲームだったり、そういった取り組み、企画を行って、お子さんにぜひスタジアムに来て、見てほしいと思います。2021年はコロナの関係で、なかなか積極的にお子さん、特にサッカーをやってる女の子に声をかけることができませんでした。もう少し、すればなんとかなるかなと思っているので、今年はぜひお子さんにスタジアムに来てほしいと思っています。そうですよね。こう本当に輝いている先輩たちを見るっていうのは、ここで活躍したいっていう憧れにつながっていきますからね。大滝選手、チェアのお話を受けていかがですか？そうですね。やっぱり私個人で、個人というか、やっているなでしこケアという活動もあるんですけど、なかなかそういう活動でも実地での活動ができなくて、触れ合う機会っていうのがすごく少なくなっていて、それは試合に行っても感じていて、来ていてくれてもなかなか距離が遠かったり、やっぱり触れ合うことで好きになってもらえるっていうのはすごく大きいと思うので、去年はオンラインとかのイベントを細々とやってはいましたけど、今年はやっぱりできるだけ実地で触れ合って話して、そういう機会を増やすことで、WE リーグにもっともっとたくさんの女の子が来てくれて、で、そういう子たちにかっこいいなとか、やっぱこういう人たちになりたいなっていう姿を見せられるように、私たちも頑張らなきゃいけないなと2年目で気が引き締まる思いでおります。いろんな思いで岡島千也も1年目スタート、そしてこの2年目を迎えるということで、ここ本当に気持ちが盛り上がって来られると思うんですけれども、そんな中、大滝選手のようなモデルケース含めて、このWEリーガーたちの活躍、期待していきたいですよね。大滝選手どうですか？こう9番を背負います、はい、ジェフレディースでの個人的な目標等も聞かせてください。そうですね、やっぱり嬉しい、すごく本当に嬉しいことですけど、自分の中で危機感を感じていることが、やっぱり私がこう8ヶ月9ヶ月の間に、本当に若い子たちがすごく成長しているのを、こう妊娠復帰、産後復帰して感じて、やっぱりもう今は妊娠出産したこととかはもう関係なく、一人の選手としてやっぱりどうこうピッチの上で表現できるかっていうことが、まず第一に求められることだと思うので、そういう意味ではまずは競争に勝って、しっかりこうできるだけ試合の出場時間を増やしていきたいなっていうところが、まず自分の今年の目標で、その中でしっかりやっぱりフォワードなので得点という形で、WE リーグでまだ得点できてないので、得点をするっていうことと、あと伊豆木を抱いて入場するためにはスタメンをどうにか奪わなきゃいけないので、それを目標にして今シーズンは頑張りたいと思ってます。岡島チェア、力強いですね。1号です、第1号です。やはりこう将来的にもその女子サッカーを盛り上げるような働きをぜひしてほしい、日本でしてほしいと思っているので、その大滝選手がやはりリーグで活躍する場面というのをぜひ見てみたいと思っています。岩清水選手のように、やはりピッチで、抱いて入場、あれをぜひやってほしいです。はい、頑張ります、はい、
素晴らしい。大滝選手は国連難民高等弁務官事務所、国連 UNHCH 協会、こちらの理事も、はい、そうです。できたらなんですけど、うん、なんかやっぱり社会活動とかもいろいろしてきて、まあ多分こうもっとスポーツ選手がそういったこう社会問題に関心を持ってほしいっていう、まあ思いとかもあって、多分私が選ばれたと思うんですけど、なかなかこう今時間がこう作れずに、思うように広報活動とかできていないので、まあ、その辺はもうちょっとなんとか貢献していきたいなと思ってるんですけど、はい、今年からやらせていただいています。こう本当に社会活動、そしてママ、サッカー選手、もう時間がいくらあっても足りないと思うんですけど、本当にこれが一番大変なことですね、多分。もう全部諦めたくないっていう。いや、そうなんですよ。はい、でもそこをこう岡島千也どうですかね、気持ちのこう持っていき方とか、こう子育て中のお母さんたちもいろんなことにこう焦ったりとか、もっとこうしたいのに、もっとああできるんじゃないか、そういう葛藤もあると思うんですけれども、うん、まあなんとかなります。なのでもう大滝選手だったらもう絶対なんとかなるので、うん、とにかくやっぱり自分の体が一番で、お母さんが健康でお母さんがハッピーじゃないと子供はやっぱり幸せにならないので、自分が幸せになることがまず一番だと思います。そのためにやっぱり自分の体に気をつける、あと、まあ、食べ物とか睡眠とかそういったことに気をつけるっていうのが一番大切かなと思います。なんとかなる、大丈夫。なんとかなります。大滝選手、はい、大事ですね、なんとかなる。いやでも本当になんとかなるとは思うんですけど、なんかその中でもこう今やっぱり、あ、ちょっと今日練習後疲れて寝ちゃった、もう寝たいっていう時間をこう頑張って自分のこうやりたい活動の時間にちょっと避けるとか、まあ、そういうところだと思うんですけど、まあ、そういうのを少しずつ時間をうまくマネジメントしてやっていければなと思ってるんですけど、やっぱり体が資本なのは間違いないので、そこは一番最優先にしつつ、これから少しずつ活動の幅を広げていけたらなと思っているところです。こうね、岡島チェアからお母さんがこうハッピーにっていうねお言葉ありましたけど、やっぱりこう子供と一緒にスタジアムに来る日常と少し違う時間を過ごす、これもハッピーにつながる何か、ね、きっかけになるんですね。そう、ぜひ今今年は昨年も今年もちょっとできないんですけれども、まあ、コロナの状況で、うん、リーグとしては、各クラブに託児所を作ってほしいというふうに思っています。まあ、それを参入基準にもなっています。で、託児所、まあ、選手、審判の、お子さんを預かることも、大切なんですけれども、サッカーを見に行きたい、赤ちゃんを連れたお母さんが、まあ、サッカーを集中して見れるような環境も、ぜひ、これから整えていきたいと思っています。素晴らしいですね。こう、子供を連れてきて、ずーっと、追いかけ回してなかなかサッカー見れなかったっていう声も、それでもスタジアムに来たいっていう声をねよく聞きます。託児所はきっと大きな一歩になるでしょうね。福割でもジェフレディースでも進めていってほしいなと思います。子育て中のお母さんに大滝選手、何かこうメッセージとかありますか？何ですかね、やっぱり、なんか私はすごくサッカー、うん、自分が好きなサッカーをやらせてもらえてできて、でこう子育てしながら自分の好きなことも諦めないでできるっていうのが多分そうなんだろう、こうよりこう楽しいし、こう子育てもポジティブにできてるのかなっていうふうに思うので、やっぱり子供といる時間もすごく大事だし、すごく尊いしなんですけど、こう自分がやっぱり楽しいと思えることとか、充実できる時間を作ってリフレッシュしてっていうのがすごいやっぱり大事なのかなって、私自分自身が子育てして感じたので、やっぱり諦めないでほしいですね、自分が好きなことを。
はい、だからもしチャレンジできるのであればいろんなことにもチャレンジしたらやっぱより楽しくなるんじゃないかなって思うので、なんかそういうメッセージを伝えたいなと思います、うん、ありがとうございます。岡島千也も子育て中の、ね、こちらご覧になっているサポーターの方にいただけますか。はい、子育てはまあ大変な時もあると思うんですけれども、実はあっという間に、子供は育ってしまいます。私、今子供が2人 いますが、もう28歳と25歳で、仕事をしています。やはり、大変な時は、これがいつまで続くんだろうと思ってた時もあったんですけれども、振り返ってみると、大変な時ってすごく短いんですよ。で、なんか、大変な時こそ、こう、それを楽しんでくれ、もらうような、こう、余裕を持ってほしいなっていうふうに思います。これって後から見たら、全然大変じゃなかったっていう感じになってくるので、ぜひ、周りの力、特に家族、ご主人の力っていうのは大切だと思うんですけれども、周りにいろいろサポートしてもらって、ぜひ、子育ての苦しいところも楽しんでほしいと思います。ありがとうございます。アスリートの大滝選手にも、ね、参考になる一言ですね。大滝選手、今シーズン新しいシーズンさらにこうもう貪欲になってください。クラブにそしてWリーグに JFA にもっと取り組んでほしい、期待したいこととか、はい、あれば。そうですね、いろいろあるんですけど。チェアもチェア聞いといてくださいね、しっかり。この際なので。急にいろんなことがこう実現されるとは思わないんですけど、まあ、少しでもこういう意見が出てくることが大事だと思うので、まずスタジアム、やっぱりこう今夫がアウェー一人で、アウェーもホームもなんですけど、まあ、夫が一人でこう連れてきてくれるんですけど、まあ、ホームだと大体こうどこから入って、こうどこに授乳室があって、どこの部屋を使えてみたいな勝手が分かってるので、なんか私はそんなに心配せずに試合に臨めるんですけど、結構やっぱりアウェーとかだと私がそわそわしちゃって、大丈夫かな、こうちゃんと入れたかなとかっていうのがすごいあって、で夫もベビーカーがちょっと入れなくて大変だったとか、エレベーターがなかったとか、まあ、そういう話はちょくちょく聞いていて、なんでなんかこうやっぱり、ベビーカーはこうちゃんとスタジアムの中に入れるとすごく楽だなっていうふうには言ってたので、なんかそれのまずそこ入れるっていうのが第一歩で、なんか後々にはベビーカーのスペースみたいな、こう一人大人座れてその横にベビーカーを置けるみたいな、そういうスペースがあったりすると、なんか落ち着いて観戦できたりするのかなって 思いました。なのでリーグもそうですし、まあ、クラブもそうなんですけど、まあ、そういうのがあったらいいなっていうふうに、思ったのと、あとやっぱり、なかなかこう保育園とかシッターさんとか、まあ、そういうところを、まあ、もちろん自分で見つけることもできるんですけど、何かしらこう例えばこうリーグが提携してる保育所があったりとかっていう、クラブでももちろんそうなんですけど、まあ、そういうのがあるとこうより簡単にこう子どもをちょっとこの練習の時間だけ預けさせてくださいとか、そういうのができるとかなり楽になるかなって。今私旦那は完全リモートなので、練習の時間は見てもらってるっていう形で、今のところ保育園に預けずにやってるんですけど、まあ、やっぱり気持ち的にもより早く帰らなきゃっていう焦りとかもあって、なんかその時間だけでも見てもらえるこうところがあったらいいなって、もうもちろん自分で見つけることもできるんですけど、まあ、そういうこうサポートがあったらすごくありがたいなっていうふうに感じています。であと最後なんですけど、やっぱり私自分がこう妊娠出産するってこう決めれたのは、多分こうクラブがそういうこういうサポートをするっていうのを提示してくれたのがすごく大きかったと思っていて、で他のクラブがどうかっていうのは分からないんですけど、きっと他のクラブもこう妊娠した場合はこういうサポートしますっていうのを具体的に提示してもらえると、選手はかなりこうこれから自分なんだろう、こう安心感があるっていうか、それがすごい大きなサポートになると思うので、
なんかそういうのをこうしっかりこうジェフはあの全員にこう妊娠した場合はこういうサポートがあるっていうのをまあミーティングして、あの全員が理解しているっていう状況があるので、まあそういうのをこうまああのリーグとかから落として必ずやってもらうことみたいな感じにしてもらったら、あのより選手が安心してこうチャレンジできるんじゃないかなっていうふうに感じました。はい、以上です。すごい具体的に、具体的にかなり、でも一つ一つなんか実現していきたいですね。まちまちや、うん、はい、あのまずベビーカーに関しては、あの新商社の方の、 あの来場にも関わってくるので、あの一応全部あのスタジアムあの見学に行った時は新商社の方が入れるかどうかを確認したんですね。だからその新商社 の、 あの動線を使うことができればベビーカーは問題なく入れるはずなんです、うん、だから一般の方の動線と一緒に入ってくると難しいかもしれないんですけれども、うん、あの新商社の方 の、 あのスロープとかがあるあの、まあ、ほとんどどのスタジアムでもあったので、その辺はあの使っていただければ大丈夫かなと思います。あと保育所は東京ヴェルディベレーザ の、 あのスポンサーであるポポラさんがあの保育所を経営してらっしゃるんですよね。だからぜひ、まあ、リーグとして、まあ、とにかく去年今年がコロナでそのリーグとしての保育所、各クラブに進めていただく保育所っていうのがすごく難しい状況でした。だから、コロナの状況が落ち着かないと結構難しいと思うんですけれども、ポポラさんにご協力いただいたりして、ということはできるんじゃないかなと思います。例えば、岩清水選手は、ベレーザのホームゲームでは、ポポラさんの保育室の方が来ていただいて、一部屋を保育室みたいな形にして、お子さん預かってくださってるというところですね。まあ、ぜひ、こういうふうに、やっぱり、女子選手で、出産を経てお子さんがいて、そういう選手がどんどん要望を出していくということが大切だと思うので、ぜひ、大竹選手にはこれからも引き続きどんどん要望を出してほしいと出しますまたね、こういう機会を作らせていただいて、どんどん出していただけたらと、未来の、 あのママのために、うんうん、ありがとうございます。本当にお時間が迫ってきてしまったんですけれども、最後に大竹選手からこちらご覧になっているジェフレディスの、ね、はい、他の方にいただけますか。はい、はい、いつもジェフレディスを温かくサポートしていただき本当にありがとうございます。で、私自身まあ、妊娠出産っていう報告をさせていただいたときに本当にいろんな方が温かいメッセージをくれたりとか、プレゼントを送ってくださる方もいたりとか、あとはやっぱりこう会ってゆずきくん大きくなったねとか声かけてくれると、すごく愛されてゆずきが幸せだなっていう風に感じて本当に嬉しい思いでいます。でやっぱり今年はしっかりピッチで結果を残して少しでも感謝の気持ちを伝えられればと思っているので、今年もジェフレディスか面白いサッカーをすると思うので、ぜひまたたくさんのご声援をいただけたら嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。そして岡島チェア、もう時差がある中で本当に早起きをしていただきました。こちらご覧になっている方に一言いただけますか。はい、先ほどもちょっと言いましたけども、ユーロ決勝で、すごく大きな観衆が集まりました。ただヨーロッパ の、 他のリーグ、スウェーデン、イングランドは結構平均観客数が多いんですね。1900人ぐらいと、でも1900人なんですよ。で他のヨーロッパのリーグは平均観客数みんな1000人以下なんです。でただ、最高観客数が2万人とか3万人とか、スペインの場合6万人とか多いんですね。だから私たちもぜひやっぱり1試合もうスタジアムを満員にするような取り組み、年間1試合でいいので、
それをぜひやって、これだけみんな集客できるんだっていう、クラブ全体が、また選手が自信を持ってもらうような取り組みをしていきたいと思います。でそれにはやはりそのジェフのコアのファンの方にもいっぱい手伝っていただいて、周りの人、サッカーを見たことのない、またはサッカーにスタジアムに来たことのない人にをぜひ引っ張ってきてほしいなというふうに思っています。ぜひ一度、福割を満員にする試合をしてみましょうというメッセージを送りたいと思います。ありがとうございます。そういう満員の福割を、ね、ぜひ岡島チェアにも見てもらいたいですね。ね、尾崎さんね、はい、うん、頑張っていきましょう。はい、はい、ありがとうございました。長い時間にわたり、お付き合いいただきました、ジェフユナイテッド市原千葉レディース 2022-23 シーズン新体制発表会見第2部、大滝亜美選手、そして WE リーグ岡島チアによる特別対談、女性がプロアスリートとして生きるということをテーマにこの時間お届けしてまいりました。岡島チア、そして大滝選手、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お二人少々お待ちくださいね。はい、以上をもちまして、ジェフユナイテッド市原千葉レディース 2022-23 シーズン新体制発表会見、こちらを終了とさせていただきます。 YouTube でご覧のファン、サポーターの皆様、長時間ご視聴いただきましてありがとうございました。メディアの皆様はこの後質疑応答の時間がございます。今しばらくお待ちください。 YouTube 配信の方はこれにて終了とさせていただきます。一部二部ともに私口なんですけれども、スタジアム DJ の酒井道夫が止めました。こちらのスペース、スタッフがたくさんいるということで、マスク着用のまま失礼いたしました。今シーズンもジェフユナイテッド市原千葉レディースをどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。